傾向にございます。それから物価高ですね、まあ、これはしばらくこの第2子以降をこう希望する、まあ、後押しをする施策、まあ、でしたり、まあ、そのニーズ的な部分ですね、どういったところが一番皆様がこう求められているのかというのをちょっとお伺いしたいな、家族で子育てをして、それを職場も地域も支えていくというような環境づくりがとても大事だと思います。今の金銭的な部分、それからいわゆる現物給付といわれるようないろんな仕組みづくりですね、そこも合わせていろいろ取り組みを進めていく必要があるなと考えています。僕が機長町長ならはい、城町の中心部に大きな公園を出て、子連れの移住者っていうのを城町に連れてこれたなっていうのと、子育て支援をもっと手厚くして、まあ、少しでも少子高齢化が改善されるようにできたらいいなと考えていますが、まあ、河野知事は僕の意見についてどう思いますか？素晴らしい意見だと思います。やっぱりみんなが集う場ですよね、公園はですね。経済的な負担ですよね、金銭的な面での支援も大事ですけど、子育てをする時のいろんなこう悩み事、心配事をこう相談をする相手も欲しいというところが言われているんで、公園の着目というのは本当に大事なことだと思います。前の年に収穫したいものを翌年から売り始めるようなそういうことができるっていう気が作ってるんですよ、その値段。